プリンス・ウィリアムは、アメリカ海軍の護衛空母、防具級の一隻。艦名は、アラスカ州南岸、アラスカ湾にあるプリンス・ウィリアム湾にちなんで名付けられている。プリンス・ウィリアムは、海事委任契約の元ワシントン州タコマの、シアトルタコマ造船所で1942年5月18日に、アバグマイナス31として寄港した。1942年8月20日に、 各部マイナス31に、艦主変更され、1942年8月23日に、ポール・ホーリー夫人によって浸水し、1943年4月9日に、ハーバート・イーリーガン艦長の指揮下収益した。西海岸での簡略化した成長に続いて、プリンス・ウィリアムは、太平洋艦隊に合流し、前線へ航空機と兵員を輸送する任務に就く。 1943年7月15日区部マイナス31に艦首変更され、プリンスウィリアムは1944年の春まで西海岸とニューカレドニア、関東島、サモア及びエスピリトさんとの間で活動した。その後サンディエゴでパイロット認証訓練に従事し、4月半ばに輸送任務に戻る。5月7日にオーストラリアのタウンズビルに到着し、 サンディエゴに帰還すると、大西洋艦隊に配属される。6月21日に、フロリダ州、ポートエバーグレーズで貨物と航空機を降ろし、ノーホークへ移動すると、ロランが設置された。7月から8月にかけて、チェサピーク湾で、パイロット認証訓練を行い、7月24日には、航空機と兵員をカサブランカに輸送する。損傷した。 航空機とエンジンを積み込み帰還すると、9月26日にノーフォークに停泊し、信頼性試験を行う。プリンスウィリアムは10月中旬に訓練を再開する。1945年1月26日まで、ナラガンセットワンでパイロット認証訓練を行い、その後キーウェストへ移動する。同所で訓練を行い、5月半ばにノーフォークに帰還する。6月2日に、 プリンス・ウィリアムはパナマ運河を通過し、8日に太平洋艦隊に再合流する。再び輸送任務を命じられ、終戦まで航空機と兵員を西海岸とハワイ間で輸送する。戦争が終わると、プリンス・ウィリアムはマジックカーペット作戦に参加し、続く7ヶ月にわたって機関兵と機材を本国へ輸送する。最終任務は1946年3月21日に、 サンディエゴで完了し、再び大西洋艦隊に転属、4月8日にパナマ運河を通過する。4月23日にノーホークに到着し、2日後にフィラデルフィアに移動、1946年8月29日に退役する。1955年6月12日に、K、ケマイナス31に、艦視変更され、1959年3月1日に、 除籍されるまで大西洋予備役艦隊フィラデルフィアグループで保管された。プリンスウィリアムは1961年3月に日本でスクラップとして売却された。ありがとうございます。